俳優の田中圭、吉田鋼太郎、林遣都がピュアな恋愛を繰り広げるテレビ朝日系ドラマ、おっさん。クラブ、毎週土曜23時15分チルダが実施しているイラスト募集企画の第1弾受賞作が決定。同ドラマに出演する内田理央がお気に入りの1枚を選んだ。内田理央、ウエット、おっさんずラブイラスト募集企画、内田理央賞、作品今回、応募作品は4月28日の第2話放送までに200作品を突破。そんな中、主人公、春田、田中、の幼馴染、新井千鶴役で出演する内田が、めっちゃ下手なんですけど、自分でもイラストを描きます。と言いながら特別選考員として参加し、内田理央賞を決めた。内田が選んだのは、イケメンでドSな後輩、牧亮太、林、にバックハグされてあわあわする春田に、春田は俺、のものだを、と言わんばかりに正面から抱きつく、おっさん乙女部長、黒沢武蔵、吉田、という天地さんの作品。劇中にはないオリジナルの構図に、内田は、ピンクの背景も可愛いし、なんと言っても、この構図が見たかった。三人が可愛いこれ、やばくないですか?と大興奮で、みんなの特徴がよく捉えられていますよね。特に、牧の表情、この余裕感、エロいです、とメロメロだ。このイラスト募集は、6月30日23時59分まで開催されており、応募方法は、イラストコミュニケー。Pick of Twitter. 今後も定期的に受賞作が発表されることになっており、内田は、三角関係のわちゃわちゃしつつも、キュンキュンする構図、しかも、ドラマの中には出てこないオリジナルの構図が見たいです。地図のことも気が向いたら、書いてください、と呼びかけた。その他の第一弾受賞作品、優秀賞、は以下の通り、73SAI でお絵描き継続中三流さん、水月空さん、緑熊さん、本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。